本番中だ先輩の本番中やいなあのね、うんマジで仲のいい兄貴みたいな感じですよ、質問ですよ異常に近い感じで話しかけてくるしついてくるのついてくるし、今日もライブ終わって汗だくの T シャツで、うん、今日ライブ終わったんで、うん、ユニフォーム交換しましょうよって、何も終わってないのに汗だくの T シャツをマシ顔で出してくるのなんなんで、それが嫌やって言ったらこう汗をね、うん、こう俺にかけてきたりフライングボディの V の部分で俺の首を挟んできたりねえば言うほど、キャッキャ喜びよるから、うん、何を言うともあかんなと思って聞くじゃないですか、うん、引いた引いたと攻めてきよるからどうしていいか分かれへん最高野郎に関わらない俺の気持ちどうしたらやろ、やばいよそんなん最高最高、ほんまに何かやねんいやもう、ほぼ言うてるけど